も過ごしやすい季節ですね。MC のチェンジリー DGF カールです。講師はコウさんにお願いしてます。JI3ICY コウです。よろしくお願いします。お願いします。今日は CW 符号を覚えるポイントについてですね。CW 符号を覚える最初は、遅い符号を聞く音感法で練習をしましょう。聞き取り練習は平文ではなく、次に送信される文字が予想できない暗文を聞くようにしましょう。符号の速さは6ワード、毎分30文字前後が良いと思います。毎日聞き取りを続けることで符号が次第に分かってきます。聞き取れる文字が増えてくるのは、頭が解読作業をする速さが次第に速くなってくることになります。練習を続けることで、26文字のすべての克服ができると思います。頭が符号を聞き取る作業の時間が少しずつ早くなってくるわけですね。遅い符号になれると早い符号が聞き取れないという人がありますが、私の場合そんなことはありませんでした。私の経験では6ワードの速さで全ての文字が完全に聞き取れるようになったとき、7ワード、8ワードの少し早い符号でも結構聞き取れました。聞き取りに自信がつけば、少し早い符号に挑戦することで聞き取れる速度は次第に上がっていきます。最初から早い符号を聞くと、全くわからない状態が長く続き、聞き取り練習の意欲が落ちてしまうと思うのです。私は早い符号は苦手です。ゆっくりでも確実に符号が分かる方がいいと思います。一日の進歩は感じませんが、毎日続けることで着実に進歩していきます。日によって調子の悪い時もありますが、進歩の過程で現れる現象です。符号は覚えては忘れ、忘れては覚えるの積み重ねです。毎日続けることが大切で、一日休めば前の日の状態に戻ります。一日5分から10分の練習を1ヶ月続ければ自信がつくと思います。一日一日の積み重ねが大切なんですね。符号の聞き取りに慣れたら、遅れ受信と暗記受信に挑戦してみてください。最初のうちは、1文字に集中しますから、前後の文字は忘れる状態です。遅れ受信は、A、B の順で符号が送信されているときに、B の符号音を聞きながら A の文字を書き取ります。暗記受信は筆記せずに文字列を頭で記憶し理解することです。早い符号になれば暗記受信ができないと送信された意味がわかりません。実際の更新は早い符号ですから、みんな暗記受信をしているんですね。次に、毎日の聞き取り練習はいつまで続けなければならないかということです。これは人によって違いますが、およそ12ワード、毎分60字くらいが確実に聞き取れるようになれば、1日2日休んでも符号は忘れなくなります。今までの暗文から平文に切り替えて、暗記受信に挑戦してみてください。ここまで来れば、無線機をオンにして実際の更新を聞いてみましょう。
実際の更新は遅くても16ワード、毎分80文字、普通で20ワード、毎分100文字くらいです。短波帯ではさらにノイズや QSB がありますので、大変な環境です。そこで IC レコーダーなどに録音して、速度を落として再生できる機能を使います。それはいい方法ですね。きっと更新の内容がしっかり聞き取れると思いますよ。実際の更新はレポート交換のみの 599BK 方式から完全なラバースタンプ QSO までの様々な更新が行われていることがわかります。はい、それでは今日はここまでになります。また次回お会いしましょう。ありがとうございました。